皆さんこんにちは。323系と、スーパーラクトと、ドクターイエローと、115系員が、実況に入る前に、報告があります。どうした?今年の3月で、動画投稿1周年を迎えました。もう1周年。17、ちょっと調べてみるか。でも、確かに投稿から1年経っている。おお、すごいな。視聴者さんには感謝しかないな。そうですね。皆さんいつも動画を見てくれて。本当に。ありがとうございます。それでは、本編をどうぞ。皆さんこんにちは。スーパーラクトと、323系です。スーパーワクト先輩、今日はどこに行くんですか?今回はまず西西口駅に行くぞ。その後、歩いて、ジュニア桂川駅に行って、京都駅に行こうと思うんだ。あれ?京都河原町に行かないのですか?いやあ、今回はあるところに行くんだ。どこに行くのかは、着いたらわかるぞ。不安しかないです。あ、なんかすまん。まあ、とりあえず西西口駅に向かおう。来ました。編集の力はすごい。あと、昼食を済ましたぞ。もうお昼ですね。時が経つのは早いですね。まあ、そうだね。323系、最近それしか言ってなくない?そんなことはないです。お、桂川駅が見えたぞ。桂川駅は初めて来ましたね。まあ、あまりこういう駅は通過するからな。そうですね。にしても、スーパーワクトが見れるのか楽しみだな。京都駅で見れたらいいけど。まあ、桂川駅に向かおう。改札通りってやってきた俺。これから京都駅に向かいます。にしても京都駅、久しぶりだな。俺は運用で毎回泊まるけど、撮影で京都駅に向かうのは久しぶり。今日は時間があるし、ゆっくり楽しむぞ。本当にスーパーワクト先輩、どこに行くんですか?ああ、それは、カクカクチカシカ、カシワモチ。ああ、なるほど。納得です。お、はるかが通過してるぞ。そして223系が登場。これに乗るぞ。席は、たくさん空いているな。これでしばらくゆっくり休めます。まあ、すぐ着くけど。そうでした。まあ、ゆっくり休んとき。とりあえず乗った。着いたね。ねみ?次は嵯峨野線に乗り換え。これでなんとなく答えがわかる。はい。やばいやばいやばい。どうしたんですか?あと数分で列車発車するぞ。嘘でしょう。嘘じゃない。この後逃したら、間に合うか。何の話?とりあえず走るぞ。気をつけてください。あと無理して走らない方が。ああ、そうだな。まあ、ゆっくり行こうか。開き直るの早い。お、あれは木の先。三輪本線から福知山間を走る途中や。うん、間に合わないんじゃないんですか?もちろん忘れてないさ。飛びながら駆け足で走ってるぞ。危ないですよ。間に合った。セーフだ。着いたね。着くまで、めちゃくちゃ揺れて大変でした。俺も、次から持たないと危ねえね。俺は、転ぶかと思った。うん、俺もな。京都鉄道博物館に到着。スーパーワクト先輩、あれは。うん、どうしたって、あの人ら。おお、君たちもやってきたのか。115系先輩。どど、どうしてここにいるんですか?ああ、わしはどうしても見たい車両があるんだよ。それが期間限定展示だから、今日やってきたわけじゃ。お、それ俺も見たかった車両なんですよ。そうか、ながらしも、実況参戦するぞ。おお、すげえ。やっぱり何回見てもすごい。本当に懐かしい先輩たちが集合だな。でも、今回も目的はこれじゃないぜ。早速館内に向かう前に、323系、見たい車両があるんだろ。はい、こっちに来てください。323系だから、あれが見たいんだろうな。ああ、来てーい。どうしましたか?柵にぶつかっていたい。何してるんじゃ。今後は気をつけんかい。はい。私が見たかったのは、103系先輩。
103系が引退する前に一緒に運行していた大先輩です。いろんな103系が昔走っていたが、こいつは頑張り屋さんだったって言ってたな。私にも最初いろいろアドバイスをくれた車両ですからね。本当に感謝です。おお、これはすごい。そうですよね、103系先輩は。いや、右上をよく見ろ。え、マギか。タコが103系の上に乗っている。これは偶然。わしも驚いたぞ。これは偶然すぎるな。そんなことあるんだ。いや、たまにあるでしょ。おーい、お前たち行くぞ。了解です。